皆さんこんにちは。ミカササッカーナビ、ミカサッカー番組 MC の椎名真帆です。この番組ではプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。今回もこの1ヶ月にあった広島のサッカー情報を宗政さんとお届けします。宗政さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それではまずは10月に開催されるスポーツの祭典、国民体育大会、いわゆる国体の中国ブロック大会が今年5月からスタートし、サッカー競技も8月12日から3日間の日程で行われました。出場したのは中国地方の5つの県から青年男子、少年男子、少年女子のそれぞれのチームで部門ごとに分かれ、トーナメントやリーグを行いました。さあ、ということなんですが、はい、これまで国体での広島の活躍とかはどうだったんですか？国体はね、少年男子が近年いい成績残してますね。優勝もしましたし、準優勝もしましたし、はい、じゃあ結構これまでも活躍されて、今回はご覧になってどうでした？初戦ね、ちょっと敗れたんですよ。はい、でもまあ次で勝ってですね、出場権を得ましたので、まあ、なんとか本大会でやってくるんじゃないでしょうかね。うん、それでは中国ブロック大会の結果こちらです。こちらのチームが今年の10月に栃木県で始まる一期一会栃木国体へ出場します。ということで、結果どうですか？岡山は強いですね。岡山はね、3部門とも、ね、出場なんですよね。はい、ちょっと広島は青年男子、はい、もうちょっと10年ぐらい出てないんですよ。ちょっと残念なんですよね。でも少年男子チームが、はいはい、頑張ってくれるということと、はい、から今年から少年女子が始まるんです。はい、あ、今年からなんですか？そうなんです、初めてなんです。あ、そうなんですね。今年からのその少年女子の活躍はどうでしたか？これもね、もう決勝戦でね、岡山とやったんですけれども、はい、接戦だったですよね。最後までわからなかったんですけど、もう最後に決められてですね、来年は期待しましょう。はい、はい、広島少年男子チーム、みんなで声援を送りましょう。それでは今回のラインナップです。特集は広島サッカー界の平和の祭典、平和記念大会の様子をお届け。平和への思いを込めたピースマッチでは、被爆都市広島と長崎の県選抜アンダー15が3年ぶりに戦いました。サンフレッチェ広島レジーナの選手を紹介するゴーレジーナは、福岡県出身のゴールキーパー好みルナ選手に今シーズンにかける思いなどを聞いてきました。その他、広島のサッカー情報を盛りだくさんでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それでは最初の話題です。広島のサッカー界にとっての夏の一大イベント、広島県サッカー協会主催平和記念大会が8月広島広域公園を中心に今年も開催されました。これはサッカーを通じて平和を発信するイベントということですよね。これはね、我々はサッカー界にとってね、非常に大きな大会なんですよね。というのが広島の被爆都市じゃないですか。はい、まあ、そういったことで、まあ、二度と戦争が起こらないようにということでですね、まあ、平和の大切さや命の尊さ、これはやっぱサッカーを通じて発信していこうじゃないかということなんですね。うん、大会はどういうカテゴリーがあるんですか？4つありましてね、1つはピースマッチということで、これは中学生年代ですね。から女子サッカーフェスタ、これも中学生年代から、国際ユースサッカー、これは高校生年代から、U12 のサッカーフェスタ、これは小学生年代ですね。この4つから成り立ってますね。このピースマッチというのは、うん、3年ぶりに長崎から来て広島と長崎で試合をしたんですよね。はい、これね、2019年から始まったんですけれども、はい、まあ、ちょっと広島市長 の, 松井さんですねの提言もあってですね、ぜひ広島と長崎被爆都市同士でね、のサッカーを通じてそういう平和の発信をしたらどうかという提案もあってですね、始まったんですけれども、まあ、非常にいい形でできているんじゃないかと思いますね。ユニフォームも長崎と広島のユニフォームが結構印象的ですよね。そうです原爆ドームと平和の記念像ですかね。はい、これが前後に入ってるんですけれども、そう、ユニフォームからもこう忘れないように、あの時のことをしっかり思い出してというメッセージを感じますよね。メッセージを発信してるんですね。
お互いに切磋琢磨しながら長崎広島がこういったスポーツを通じて、そして若い方がね特にこういったスポーツを通じて交流を深めて、いい社会というかね市民社会を作る一つのね重要な手段にしてもらったらなと思います。今日の試合は平和ということなので、終わった後はもう長崎選抜の人たちももう関係なく一つになれた感じで良かったです。被爆地として長崎と広島からこのような素晴らしい大会を通して、自分たちはサッカーでしか返せないと思うので、そこをしっかり全力でプレーとして表せたので良かったなと思います。そして今回国際試合もありましたよね。高校青年代ですね、はいはい、これねメキシコから来てもらったんですけど、広島県とグアナダ州が平成26年友好提携を締結したんですね、はい。まあ、そこから教育、それから経済、からスポーツ、文化といろんな交流を図ってるんですね、はい。まあ、その一環として去年東京オリンピック、パラリンピックの事前合宿地になりましたですね、まあ、それもあって、まあ、その東京オリンピック・パラリンピックのレガシーということもあって、今回そのメキシコのチームを呼ぼうということでレオンというチームを呼んだんですね、はいはい。ご覧になってどうでしたか、メキシコとの戦いは。いや、それがね話を聞いてみると、メキシコって2000メートルぐらいの高地にお住まいになってるんですよね。で気温もそんなに高くない、まあ、20度半ばぐらいですかね、はい。まあ、そういった中で生活している皆さんがこちらへ来られてね、もう大変だったんじゃないかと思って、う、ね、もう試合見ててですね、本当へばっているんですよねバテてしまいますよね、だからね、ちょっとかわいそうだったなと。本来の力は発揮はできなかった感じですかね、まあ、で, かね。でもまあ友好関係はね十分にできたんじゃないかなと思いますので、はい。今後この大会展望などはどうですか。いやいや早くもコロナが収束してですね、本来私が考えている もっと立派な充実した大会にしたいなと思ってますんで、はい、なんとか来年はね、はい、いい大会になればいいなと思ってますね。やりたいことが全部詰め込める大会になるといいですよね、はい、そうなんですよ、はい、はい、分かりました。以上平和記念大会の話題でした。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流したすべては君の中にある。全部出せ、全部受け止める、共に世界へ。アルムンド、ミカサ。続いてはサンフレッチェ広島レジーナの選手を月替わりで紹介するゴーレジーナのコーナーです。今回ご紹介するのはゴールキーパーのこのみルナ選手です。このみ選手はサッカーの名門藤枝順心高校を卒業後、ジェフユナイテッド市原千葉レディースで2年間プレーし、昨年レジーナに加入しました。金髪のヘアスタイルが印象的なイメージの選手ですが、どんなお話が聞けるんでしょうか。 VTR をご覧ください。まずはサッカーを始めたきっかけから教えてください。はい、もともと広島に小学3年生の時まで住んでたんですけど、その時はミニバスケをやってて、福岡に引っ越した時に近くにバスケチームがなくて、でも結構体を動かすのとか男の子と遊ぶのが好きだったんで、なんかスポーツはやりたいなって思ってて、ただ体が動かしたかっただけでサッカーやりました。へー、ゴールキーパーになったのっていつですか。6年始めか5年終わりぐらいで、まあ、身長もでかかったし、自分からやりたいですみたいな感じでやりました。へー、なんでやりたかったんです。その時ちょうど2011年ワールドカップ優勝した時で、熊本に遠征行ってた時、保護者の人と同じ部屋で、もう試合の日の早朝から見るみたいな。でそこでPK があって、キーパーでもこんな輝けるんだって思って、そこからすごいなっていう感じで始めました。へー、じゃあその時にはもうプロになりたいなって思ったんですか。自分がどこまでいけるのかっていうのはトレセンに選ばれた時からは意識するようになりました、うん。へ
どんなことを大切にして学生時代とかプレーしてました？中学生の時はキーパーコーチがいなくて、もう試合がぶっつけ本番みたいな、練習もフィールドと一緒にやってたんで、なんでもその試合でどれだけ経験を積めるか、どういうことを吸収できるかっていうのを考えながらプレーしてました。それを経て高校で藤枝順心で日本一ですよね、はい、そうです。学生の時でも日本一になれるってどうです？自分が試合出てる中での優勝だったんで、まさか自分が全国優勝するとは思ってもなかったですし、すごい頼もしい先輩ばっかりで、まあ、自分は何もしてないなって感じなんですけど、ボールもあんま来なかったんで、でもその瞬間に一緒に立てたっていうことはすごいこれから生きていく中でもいい経験だったのかなって思います。そういう経験が今でも生きてるなって思うことってどんなことですか？まあ試合であんま緊張しないというか、なんか緊張してるってよく言われるんですよ人に。緊張してないですけど。してない？はい、あんましないです。それなんならなんか練習試合とかの方がちょっと緊張します。そう、はい、変なの。そうなんです、変なんですよちょっと。そんなガチガチっていう感じじゃなくて、できすぎてもダメなんで、まあ、できた状態で入ってます試合には。じゃあ学生の頃のいろんな経験がじゃあ今にそうやって生きてるっていう。はい、そうだと思います。自分の強みってどんなとこだと思いますか？強みはキックの精度だと思ってます。どんなこと意識してプレーしてますか？そうですね、自分はすごいロングキックが得意なので、なるべく前線の人を見るようにはしていて、特にサイドで左サイドとか右サイドの人もそうですし、シャドウの位置の人にも当てれたら、そこに入ればもう前を向ける状態なので、そこは意識して前の人を見るようにしてます。じゃあ今シーズンアシストつきます？いや、アシストしたいんですよね、うん、狙ってる？はい、狙ってます。キーパーからアシストってかっこいいですよね。そうなんですよ。でもキーパーってサッカーってね、チームプレーだけど、キーパーって孤独な部分もあるじゃないですか。その辺ってどういう風に考えてプレーしてるんですか？そうですね、得点したシーンとか本当だったらもう行きたいです、その輪の中に。めっちゃ喜びたいんですけど、まあ行っちゃうとまあ自分も疲れちゃうっていうのもありますし、始まっちゃうんで、まあそこは我慢して、まあ自分も一人ですけど、もうよっしゃーみたいな一人で喜んで、でも自分が止めた時にはみんなが来てくれるんで、まあそこはもうお互い様なのかなみたいな。あー、なるほど。いやでも本当孤独だな、見ててどういうこと考えながらプレーしてるのかなって思うんですけど。自分はセンターバックの位置、ま、ディフェンスラインの4人の位置をどこに置くかとか、相手の人がどこにいて、そしてここにいるからディフェンスはここに置かなきゃいけないとか考えないといけないんで、ディフェンスライン4人をよく見るようにはしてます。あとボールサイドと逆サイドのウィングの選手見てます。いや本当すごいなと思います。でも取れた時の嬉しさありますよね。いや本当嬉しいですね、みんながナイスって言ってくれるのが、本当仲間から言われるのが一番嬉しいです。昨シーズン WE リーグ1年終えてみてどんな感想ですか？厳しい結果しか残せなかった、自分自身は残せなかったですし、まあ、たくさんミスをしましたけど、まあ、この1年目の経験がこれから2年目始まりますけど、それにつながればいいなとは思ってます。悔しさもありますよねきっと。はい、悔しさしかないですね、うん、しかない。はい、勝てた試合もありましたけど、レッズ戦とか。でもそのレッズ戦の失点は自分からのパスミスの失点でもあるし、まあ、やっぱり自分のミスって考えると、まあ、キーパーなんですごい悔しいですね。今シーズンにかける思いもあるんじゃないですか？そうですね、まあ、今シーズンはもう絶対勝ちを多くしたいですし、目標としているのが3位以上なので、まあ、自分自身3位以上とは言わず優勝は狙っていきたいと思ってます。私がプロになるために大事だと思うのは、楽しむことはもちろんですが、自分が得意だと思うところもうちょっと自分で頑張ってみてください。苦手なところを伸ばすのも大事なんですけど、得意なところでアピールするっていうのはすごく大事だと思うので、皆さん頑張ってください。根正さん、この見選手すごくニコニコしてインタビューにずっと答えてたのが印象的でしたよね、うん、
体も大きいですね。緊張しないって言ってましたね、だからまあ高校の時にね、優勝もしますし、はい、そうなんでしょうね、緊張しないんでしょうね、まあ、キーパーってね、はい、まあ、私も経験ないですけど、本当重要なんですよね、まあ、プレーもそうですけど、はい、声なんですよ、指示の声、もう後ろの声は神の声と言いますけど、はい、本当全体をこう見渡してますから、本当ね、いろんな指示をやっぱり出してくるわけですよね。その指示が的確な指示かどうかっていうことで変わってくるんですよね、はい、まあ、そういった意味で、まあ、これからまだまだ経験するんでしょうけれども、まあ、そのキーパーの重要さっていうところをね、まあ、今度グラウンドを見に行かれた時に見てみてください、はい、キーパーの声はどういうふうに響いているか。分かりました。じゃあその声に注目して、注目してください、はい、見たいと思います。本当大事なんです、はいはい、分かりました。さあ、そして WE リーグのカップ戦が8月末からスタートし、レジーナは9月4日の日曜日に広島広域公園第一球技場で初戦を迎えます。相手は昨年リーグ3位の日テレ東京ヴェルディベレーザです。今シーズン一回りも二回りも成長したレジーナがどんな戦いを見せてくれるのか楽しみです。以上、GO レジーナのコーナーでした。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流したすべては君の中にある。全部出せ、全部受け止める。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。続いては女子サッカーについての話題です。広島県女子サッカー選手権大会、県皇后杯全日本女子サッカー選手権大会広島県予選の決勝戦が7月31日に行われ、WE リーグとなでしこリーグを除く広島の女子サッカーチームの頂点が決まりました。決勝で戦うのは昨年3位、高校生が主体の福山ローザスレディースと、ここまで接戦を繰り広げながら勝ち上がった広島文教大学です。真夏の日差しが照りつける中、キックオフです。前半15分、福山ローザス11番横山選手の縦パスに走り込んだ9番山本選手。広島文教のゴールキーパー小田選手を巧みなボールさばきでかわし、左足でゴールを決めます。そう、自分の得意な形で裏に飛び出してもらえたんで、あと決めきるだけで、キーパー出てきたんですけど冷静に判断して最後シュートを決めることができました。嬉しかったです。追加点を狙う福山ローザスは前半終了間際、8番原田選手のアシストを受けた9番山本選手が難しい体勢ながらもシュート。これが決まり、山本選手はこの日2ゴール目となります。2点目は、チームで相手の裏を狙ってっていうボールを出そうって決めてたんで、その形で得点できることができたんで良かったです。後半に入っても福山ローザスの攻撃は止まりません。途中出場の16番加藤選手が左サイドからドリブルでボールを運び、そのままシュート。これが決まり、点差は3点、広島文教を突き放します。ファーストプレーでどんどん仕掛けようっていうのを後半始まるときに思って、いいパスが来たのでもうゴール行くしかないなって思ってシュートまで行きました。結構ギリギリのコースで入ったので、入るかギリギリまで分かんなかったんですけど、入ったときは嬉しかったです。広島文教も黙ってはいません。後半7分、10番玉田選手がラインギリギリのところで放ったクロスを15番坂道選手がそのままシュート、1点を返します。これを機に反撃に出たい広島文教、しかし追加点は奪えず、ここで試合終了。
設立6年目の福山ローザスレディースが2点のリードを守り、大会初優勝を飾りました。年上っていうことでフィジカルも強かったんで、そう、収めることがあんまりできなかったんですけど、しっかり決めきることができてよかったです。10月までに練習を重ねて出た時に今日みたいな点を取れるように頑張りたいと思います。予選の時から不安だらけだったんですけど、とりあえず最後ここまで来たんで、みんなで優勝しようっていう気持ちで取り組んだので優勝できて嬉しいです。やっぱり球際で言ったら自分たちより明らかに上だったと思うし、パスの質とかそういうのも相手の方が上回ったので、これからはもっと真似して頑張っていきたいなと思います。とりあえず自分たちは挑戦する方だと思うんで、とりあえず全国というよりかは一戦一戦集中して球際を意識しながら戦いたいです。さあ、熱い戦いでしたが、はい、ご覧になってどうでした？いや、得点シーンがね、印象的だったですね。まず1点目、はい、パスの、ね、出し手と、それからもらい手の息がぴったりだったんですよね。もう絶妙 の、 スーパスですね、はい、そしてそれをもらった山本選手ですか、うん、落ち着いてましたね。切り返しからの、まあ、シュートだったんですけれども、はい、本当なんかストライカーっていうシュートの仕方ですよね、うん、それから2点目、これもね、山本選手なんですけれども、浮いたボール、うん、相手とね、ボールとの間に体をうまく入れてましたよね、はい、すごい難しい体勢で、あれね、本当ね、もう天性のもんですね、うん、本当に上手だったですね、はい、ストライカーですね、うん、から3点目、加藤選手ですかね、加藤選手 の、 ドリブルの突破ですよね、はい、早いですね、素晴らしい突破だったですね。そして落ち着いてゴールの隅へシュート流し込みましたですよね。本当素晴らしいシュートだったと思います。それから文教の方ですけれども、まあ、1点しか取れませんでしたけれども、最後 の、 坂道選手のシュートですか、これ難しいんですよ。あ、そうなんですか。ええ、このハーフボディみたいなシュートですよね。これはちょっと技術がいりますので、はい、本当は浮かしてしまうんですけれども、うん、ちゃんと抑えてですね、いいシュートだったと思いますね、はい、その4点とも本当素晴らしいシュートだったと思います、うん、はい、さあ、そしてこの大会で見事優勝した福山ローザスレディースですが、次回情熱イレブンのコーナーで登場予定となりますので、そうですか、楽しみですね、はい、はい、楽しみです、はい、ぜひ来月の放送をお楽しみに。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流したすべては君の中にある。全部出せ、全部受け止める。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。続いては新コーナー、ライフウィズサッカーです。このコーナーはサッカーに携わる様々な人や団体にスポットを当てて紹介していきます。今回は安心安全にサッカーを行うために様々な環境づくりを行うウェルフェアオフィサーという制度に携わる人たちの活動をご紹介します。今よく耳にする言葉でハラスメントっていう言葉ありますけれども、特にこの小学校の年代、指導者から選手に対する言葉態度、まあ、ともすれば暴力がなくなるように指導していく。で、その中で、マッチウェルフェアオフィサーっていうのがありまして、これは試合に関わることに関して指導者から選手に、で、審判に対しても判定に対してもアドバイスができる立場です。で、クラブウェルフェアオフィサーっていうのは、その前段でそのチームの中で、良くないこと、嫌なことともすれば指導者から選手に対するハラスメント、選手と選手、要はいじめですね、こういうハラスメント等を、なくしていくためにチームの中で、取り組んでいくタイプのオフィサーです。で、ウェルフェアオフィサーはもう一つジェネラルっていうのがありまして、これがマッチウェルフェアオフィサーとクラブウェルフェアオフィサーを育てる
普及していくタイプのウェルフェアオフィサーで、今広島は80名を超すジェネラルがいます。でこのジェネラルが、講習会をすることによってクラブウェルフェアオフィサーとマッチウェルフェアオフィサーを育てるという形になっておりますので、全体的には、ハラスメントをなくす、暴力をなくすっていう取り組みの中で、始まった制度であります。やりたいことがある。よういった、ほら来た、追いかけろ。私がまあ正直に感じたことはどっちとも、もうポジティブな声かけばっかりで、特に問題はなかったと思います。でベンチの子も声かけすごくされてたんで良かったかなと。一般的に小学生の場合は指導者がどうしても選手を動かすようなコーチングするのが多いんで、まあ、そういったところをやっぱり選手自体が考えてプレーできるようなコーチングができるように言ってあげれればなというふうに思ってます。そのネガティブな発想っていうのを、まあ、抑制じゃないですけどもかけられてる部分ではとても子どもたちの環境と相手チームとの関係も含めてすごくいいことかなって思って、僕は賛成して、ぜひぜひいろんな大会でやってほしいなって思います。サッカーに携わっているチームっていうのがフェアなチームとそうでなくって、結構まあレフリングに対してもこうクレームをいつも言ってるチームもあったりします。で私が見る限りでは紳士的にフェアにやってるチームが、でそういう指導者が多いチームが強くなってると感じます。ですので私はこの制度が広まっていくにつれて日本のサッカー全体が良くなって強くなっていくんじゃないかなと思っています。でそのために我々は裾野から広めていくっていうのが大切なのかなと思って取り組んでおります。こういう制度があるっていうのを知るだけで応援する側も安心して見ることができるなと思ったんですが、宗政さんは、まあ、そうですよね、はい、どうですか。いや、まあ、スポーツ界全体見ても、うん、すごい問題が起きてるじゃないですか、はい、まあ、暴力とか暴言とかですね、いろんな面でですね、まあ、そういったものをまあなくそうということが狙いなんですよね、はい、だからそれをまあサッカー界が率先してやっていこうじゃないかという制度なんですよね。だからもうこれ全国的に一生懸命やってますけども、特に広島も率先してやろうということで、まあ、私勝山さんにお願いしてですね、はい、とにかく一生懸命やってほしいということでですね、彼も一生懸命頑張ってね今やってくれてます、はい、ということで広島からそういう問題が起きないようにですね、していこうということなんですね。問題が起きてからじゃ遅いんですよ、はい、だから問題が起きないようにするのはどうしたらいいかっていうのがこの制度なんですよね。広島からこう全国そしてスポーツ全体に広がるといいですよね、はい、そうです、はい、その先頭を切ってやっていきたいと思います。さあこのコーナーでは今後もさまざまなサッカーに携わる方々を紹介していきます。さあということでそろそろお時間が近づいてきましたけれども、はい、今回は盛りだくさんでしたね。今回も、ね、はい、本当暑い中をね、はい、そしてこのサッカー、ミカサッカーのアルムンドなんですが、はい、ご紹介した国体と平和記念大会で使われてました。そうなんですよ、はい、すごいですよね、うん、どんどん広まってますね、はい、大きな大会では大体このイカサのボールっていう風になってきてますよね。あ、素晴らしいですね、もっともっとね、はい、もう全種別でね、うん、使われるようにしたいですね。本当ですね。このミカサッカーの番組を通してもっと広めていきたいと思います。はい、はいはい、さあということで恒例のあのポーズで今日も終わりにしたいと思います、はい、それではいきますよ、はい、せーの、ミカサッカー。次回もお楽しみに。